前橋市議会は、群馬県前橋市の議会である。市議会は、従前、部分的な派閥対立はあったが、親、自民党系を中心とする無所属の保守派が、市長与党となる形で多数派を占めていた。しかし、2004年の三町村合併を目前とした、時点で、合併を主導してきた、萩原や総治に代わり高木正夫が当選したことに、 ともない、萩原前市長を支持した派閥がこれに対立し、愛前後しての市議選による改選や大合併に伴う旧町村経議員団の動向も影響して市長派と反市長派がき行抗する事態に至った。加えて、前県知事である小寺博之が人気末期に自民党多数の群馬県議会と激しく対立しながら、迎えた2008年7月の群馬県知事選挙の 際には、保守系で、元は、県議会自民党の有力幹部であったが、正直候補と、親しい高木市長が公に、正直支持に回るなど、対立の構図は、群馬県当局、県議会をも巻き込んでより根深く作創することになった。保守系派閥の協力体制が復活したのは、2012年市長選で、山本龍が高木正夫を下して当選して以降である。山本は、 大沢知事及び群馬県議会との関係が強かったため、結果的に保守系議員会派間のねじれが緩和され、市長与党が構成されるに至っている。2021年2月7日、コロナ禍の中で人気満了に伴う前橋市議会議員選挙が実施され、定数38に47人が立候補する激戦となった。投票率は5回連続で過去最低を更新し、 42.92%であった。自民党系親市長会派の前橋黎明は、改選前から1議席減らし14議席、自民党系反市長会派の前橋隆会は、改選前から1議席増やし7議席となった。労僧、支持基盤に持つ市民フォーラムは、ベテラン現職2名が引退したため4議席となり、改選前から一議席減ることが、工芸新聞により報道されていたが、 得票数2位で当選した新人が、開りしたため改戦前勢力の5議席を維持した。日本共産党前橋市議団や公明党、前橋市議団は改戦前勢力の4議席を維持した。その他の少数会派も改戦前勢力を維持した。コロナ禍により選挙運動が制限されたため現職に有利な選挙となった。ありがとうございます。